イオンタウン仙台線大沢は宮城県仙台市泉区にあるショッピングセンター。管理、運営はイオンタウンが行っている。イオンが建設した2階建てのエンクローズドモール型ショッピングセンター。鹿島建設が1995年3月13日から2008年9月にかけて開発した面積92.5ヘクタールの商業、流通、工業団地である。 仙台市線大沢土地区画整理事業、仙台泉インターシティの一角に位置し、国道4号仙台バイパスや東北自動車道、泉インターチェンジに隣接する。当施設より北に、約 1.6km 先にはジャスコを各店舗とする、イオン富ヤショッピングセンター、現在のンモール富ヤ。地図があるため、当施設の各店舗は、マックスバリュー線大沢店になった。 二階には、イオンリテールスポーツレジャー事業部が運営する、イオンスポーツクラブ仙台線大沢店が開設。2010年2月21日より、旧マックスバリュー線大沢店の運営が、マックスバリュー南東北へ変更となったが、SC 運営は、イオンタウン塩釜ショッピングセンターと同様に、イオンリテール SC 事業本部が行っていた。これにより、宮城県内で、イオンリテールが、 ザビックを各店舗に持つショッピングセンターの運営は、イオン仙台線大沢ショッピングセンターと、イオンタウン塩釜ショッピングセンターの2つとなった。イオンリテールマックスバリュー事業本部が運営していた、イオンタウンナトリショッピングセンターは、マックスバリュー南東北に移管され運営している。2011年11月21日、イオン仙台線大沢ショッピングセンターの名称を、イオンタウン仙台線大沢へ、 名称変更。名称変更後の運営は名取り、塩釜と共に4タウンに移管された。なお当初は2007年11月のオープン予定だったが、建築基準法の改正により建築確認に時間がかかり、2008年3月のオープンとなった。東日本大震災では2階と上層階をつなぐエスカレーターが2機落下したが、怪我人はいなかった。 ありがとうございます。